全国の体のエイダファンの皆様、こんにちは。速稼塾の久保でございます。体のエイダ激推しのですね、速稼塾に、一番嬉しいニュースが入ってきました。それは日本上場なんですよね。日本の取引所ビットポイントジャパンにおいて、体のエイダがついに8月の下旬、今月取扱いが開始されるということで、悲願でしたよね。悲願だと言っても別に私たちが何かをやったってわけじゃないんでね、本当に関係者の方ありがとうございます。というところで、今回はですね、体のエイダが日本に上場することによって起きる、すごく気をつけないといけないね、やばいことをちょっとお知らせしようかと思うんですよ。というのが、日本で上場したらね、価格が急騰するとかね、急落するとか、こういった話はまた別でしますので、今回はその話じゃありません。というのがね、日本で上場したことに合わせて、どうもね、詐欺グループが動いてるらしいんですよ。これはね、私のところにもね、残念ながらね、呼びかけがありまして、一緒に儲けましょうみたいな感じで来たんですよ。影響力の大きい、とりわけ体の枝に影響力の強い久保さんだったら、こういう案件一緒にやりませんかみたいな来たんですよね。ちょっと内容につきましては、この辺りでとどめさせてもらいますけども、私が見たところ、この誘いは詐欺だろうなと思いましたね。だからこの動画見てね、久保さんに動画送ってしまったというふうに肝を冷やした方は二度と送らないでほしいのと、それからそういう活動は即刻やめていただきたいと思います。体の枝によって被害者を生むことは私はね、許しませんね。どういう詐欺なのかと言いますと、ここに新しい日本上場に合わせたウォレットができるんですとかね、こちらの方に預けていただければステーキングを代行しますとかね、これ間違いなくドローンのパターンですよ。だからこういうふうなことにほだされるんではなくてですね、もうこういうふうな日本上場の前からちゃんと何年にもわたって運営しているところとかね、ちゃんと自分との個人的な関係が強いところ、そして体のエイダに関しましてはアンバサダーって方がいらっしゃるんですよ。日本に持ち込んだ、体の枝を持ち込んだ人の、本当にね、テクニカルチームです。こういった方のお墨付きがあるものとか、こういった方にきちんと相談しての上での、行動をね、心がけていただきたいと。で、最終的には、自分の決定ですから、誰かのせいとかね、この野郎とか、そういうことはやめてくださいね。結局最後は、詐欺られたにしても、持ってかれたにしても、ボーンにしたにしても、それ自分の行動が起こしたことだってことは、この投資の世界ではね、絶対忘れてはいけないんですよ。人を恨んでもいいことはないですから。ですんでね、ここまで言うってことは、そのぐらい慎重にやってくださいってことなんですよ。で、残念ながら私のもとには、ここ数年体の枝がね、なくなっちゃった、取られちゃった、復元フレーズが分かりません、さまざまなお問い合わせとかトラブルが来てます。私が日々発信してるからそれはしょうがないんですけども、私もある程度の方にはね、おつなぎすることができて、改善するものと諦めなければならないもの、だいぶね、より分けることができました。残念ながら、数千万円、時には数億円という含み益を持ちながら、それが関係ない誰かにね、いつの間にか取られちゃったって方も何人かいらっしゃいます。私もね、本当にね、気の毒だと思いますよ。せっかくプレセールで、たまたま知ったその体の枝だったものにね、可能性を感じて、数十万、数百万というお金を投じて、それがそのままなくなっちゃうんだったら、まだしもね、ボーンと数千万数億円に増えたという形がぬか喜びで、しかもそれが誰かに持っていかれちゃったと思ってね、そいつがニヤニヤとね、ほくそ笑んでるところを想像すると、悔しいやらね、情けないやらで、いろいろと感情ありますんでね、そういった気持ちも組みながら、でも詐欺はなくならないよってことなんですよ。現に私のところにね、こうやって持ちかけてくる話、ちょっとまだ深くは分かりませんけど、私はこれはね、この持ちかけは詐欺に違いないなと思ってるんで、この動画撮ってるんですよ。ある程度影響力を高めてきた私ですから、こういったね、YouTube にしても、体の枝にしても、ずっと放送してきましたからね。だからね、本当に今回は皆さんに注意していただきたくて、このお話をさせていただいております。とりあえずね、ビットポイントジャパンのホームページ見てみましょうか、どうぞ。これですね、日本初エイダコイン近日取扱いということで色めき立ったわけです。私の入っている LINE グループにもこの一報が入ってきて、その後ね、ちょっとアクセスができなくなったんで、また誤報なのかなと思ったんですけども、そうではなくって、改めてオープンしたこのビットポイントジャパンの正式な公式ホームページね、そして私のところに届いた、そしてビットポイントジャパンに口座を持っている方にメールで届いたと思われる今回のこの画像ね、間違いないということが確認できました。すごいですね。ビットポイントジャパン、取扱い開始日時、こう書いてます。8月下旬頃です。ビットポイントジャパンの口座がない方は、作っておいてくださいね。
すごいですね。カルデラの市場概況も書いてます、うん、いや、いいですね。ただね、詐欺られないようにしてくださいよ。人生を変えるためにチャールズ・ホスキンソンさんがカルダーノというはしごをかけてございました。そのはしごを一歩一歩登らなければなりませんが、そのはしごはもしかしたらね、もっともっと高く伸びるかもしれません。あとはそのはしごの管理状態です。私たちはこの暗号通貨を扱うときに、いろんな今まで勉強しなかったことを勉強しなければこの資産を守れません。そして甘い誘いをどういうふうに交わしていくのか、誰だったら信用していいのか、これすべて私たち一人一人の人を見る目、情報を見る目にあるわけですよ。最後までこの富を日本円としてね、現金を手にするまでは気が抜けません。私も明日にはなくなってしまうんじゃないかなという不安を抱えながら今日までやってきてました。その不安がですね、やっぱり一定の防御力にもなりますし、強い関心にもなるわけなんですよ。ぜひね、ぬか喜びに終わらないように、今回、今月とか来月に盛んに起きるだと思いますけどもね、この体の枝関連の詐欺にご注意ください。それだけ今日お伝えしたくてね、動画にさせていただきました。まあ、とりあえずビットポイントジャパン上場おめでとうございます。本当に悲願でしたもんね。それではまた別の動画でお会いしましょう。